企業ロゴ本社のあるキャピタルワンタワーキャピタルワンフィナンシャルコーポレーションはアメリカ合衆国バージニア州マクリーンに本部を置く金融持株会社アメリカ大西洋岸地域を中心にクレジットカード事業インターネットバンキングや融資などの金融サービス提供を行っているニューヨーク証券取引所上場企業キャピタルワンはバージニア州を拠点とする シグネットファイナンシャルコーポレーションが1994年7月にクレジットカード事業をスピンオフした企業として発足し、同年10月にキャピタルワンへと社名を変更した。このため、アメリカの他の大手金融機関と異なる出自を持ち、当初はクレジットカード事業専門であったが、経営面でのリスクを回避する目的で企業買収を行い事業の多角化を推進している。 1998年、ダラスを拠点とする自動車ローン融資企業のサミットアクセプタンスコーポレーションを買収、続いて2001年、サンディエゴを拠点とする自動車ローン融資企業のピープルファーストを買収した。リテール銀行事業の拡大は、2005年、ニューオーリンズに拠点を持つハイバーニアナショナルバンクの買収が契機となり、2006年にはニューヨーク市都市圏に 店舗もを持つノースフォークバンクを買収、続いて2008年にワシントン DC 都市圏に店舗もを持つチェビーチェイスバンクを買収した。インターネットバンキングの普及が始まると市中店舗の整理を進める一方、2011年にオランダの ING グループからアメリカ最大級の規模を持っていたインターネットバンキング部門を買収し、また、 カフェ併設型への店舗の切り替えなどの取り組みを行っている。多角化を推進する一方、現在も売上ベースでは、クレジットカード事業が過半数を占め、銀行事業や自動車ローの融資が続く形となっている。なお、アメリカに加えて、イギリス及びカナダでもクレジットカード事業を展開している。ありがとうございます。